我々は常にアスリートのパフォーマンスを向上させるために研究開発を進めていっています。パフォーマンスを向上させるために開発した素材です。その素材の持つ特性としては柔らかく高反発な素材になります。出来上がった瞬間のブルブル感ですかね、反発が止まらない感触がありました。反発を測る試験がありまして、反発が高すぎてちょっと見失ってしまったりとか、反発の後の収まりも全くなく、ずっとこの反発が続いていて、これはかなりエネルギーをロスしていない材料が出たのかなというふうには感じました。ようやくレベルがガッと上がったような材料が出たかなと思っています。最初にすごい材料ができてくるって話を聞いていて、彼が持ってきた時にもう本当にすごい材料だっていうのが一発でよく分かりました。ただ、私のチャレンジはそれをどうやったらシューズで活かせられるのか、どうやったら人のパフォーマンスの影響を与えられるかっていうのは素材とは一歩違う話になってくるので、そこは大きなチャレンジだったと思っています。この材料のすごいところはグッと大きくエネルギーを貯めて、それも余すところなく反発させるっていうところなので、シューズでもはっきりと体感できる、最大限活かせるものにできたというふうに思ってます。これまでいろんな実験重ねてきましたけど、例えば走っている時にグッと足に貯めた力がそれをパーンと返してくれると、そういうのは様々なシーンで生きてくるんじゃないかなというふうに思ってます。少しでも上を目指したい人々っていうのをやはりサポートしていきたいですし、そういう材料、そういう靴だというふうに思っています。パフォーマンスの可能性を広げることができて、そのスポーツの可能性というのを広げることができるというふうに感じています。